時は1905年、日露戦争の動画で紹介した通り日露戦争に勝利した日本はポーツマス条約を結びます。このポーツマス条約で、ロシアは日本の韓国に対する保護権を承認。これを受けて11月、日本は韓国との間に第二次日韓条約を締結。韓国から外交権を奪い、ソウルに統監府を設置します。これで韓国は、日本の仲介なしに外国と条約や約束を結ぶことができなくなり、外交を管理するために置かれた統監には、初代内閣総理大臣の伊藤博文がついたんだな。日本による保護国化に当然韓国側は反発。1907年6月、当時の韓国皇帝、高宗は、ハーグで開催されていた万国平和会議に密使を派遣。第二次日韓条約の無効を世界に訴えますが、列強はこれを無視し、高宗の訴えは失敗します。アメリカやイギリスはすでに日本の韓国に対する保護権を認めていたから、韓国の訴えは認められなかったんだな。当時はどこの国も植民地作ってたから。韓国密使の行動は第二次日韓条約に違反する行為として、韓国統監伊藤博文の怒りを買い、首謀者の構想は退位を余儀なくされ、幼い息子が皇帝に即位しました。1907年7月24日、伊藤博文は第三次日韓条約を締結させ、統監の権限強化と韓国軍の解散が決められました。保護国化を止めようと決死の思いで世界に訴えたら、逆にさらに保護国化が進んでしまうとはなんとも皮肉な話だぜ。しかし、保護国化を進めた伊藤博文は当初植民地化することまでは考えていませんでした。あら、それはどうしてだ？当時の日本なんてどんどん大陸に進出したいって感じだったような。それは日露戦争の建前が韓国の独立を守るためにロシアと戦う、というものだったからです。その体裁ゆえ、韓国の主権を日本は認める必要があったわけですね。しかし第三次日韓条約以降、韓国民衆による反日闘争は激化していきました。義兵闘争と呼ばれるこの運動は、朝鮮半島全体に広がり、多数の死傷者まで出る事態となります。このことから日本政府内で韓国を植民地化するべきという声が上がるようになり、伊藤博文もついに合併に同意。1909年1月に日本政府は適当な時期に、韓国を併合する方針を閣議決定するのです。韓国が抵抗すればするほど、日本の植民地化が進んでしまっているな。日本にとっては植民地化の理由を作ってくれているなんて状態にもなってしまったわけだ。しかし、もちろんこうした動きに韓国国民、正確には当時の大韓帝国ですね。大韓帝国の国民たちは大いに反発していきました。この結果、重大事件が発生したのです。1909年10月26日、伊藤博文は満州のハルビンで義兵闘争に参加していた安順軍に暗殺されます。日本はこの事件を口実に韓国併合を決定。1910年8月22日に韓国併合条約を結び、韓国は名実ともに日本の植民地となるのです。この後朝鮮半島では独立運動などが起こるけど、結局30年以上日本の植民地支配が続くんだよな。はい。こうして朝鮮半島は、正式に日本の植民地となりました。1930年代に入ると、度重なる不況で苦しんでいた日本は不況打開のため中国大陸に本格的に進出し始めます。世界恐慌とかだな。世界的な経済不振は当時の日本にも大きな影響を与えたと。しかも日露戦争の時、戦争にかかった多額の費用を賠償金としてほとんど請求できなかったから、それ以降、日本の国民の生活は長らく疲弊していたって感じだったな。はい、ここで日本はアヘン戦争以降、西欧列強が支配力を高めつつある、中国への進出をより加速させていくことになるわけですね。当時の中国は1911年の辛亥革命で清が滅んで以降、軍閥が軍友割拠する時代となっていました。列強は自分たちの中国への影響力を強めるため各軍閥を支援、日露戦争で獲得した南満州鉄道を保護するため、満州に駐屯していた日本の関東軍は、張作霖率いる奉天派を支援。しかし、張作霖は国民党の蒋介石に敗れ、華北を追い出されます。そんな張作霖をあろうことか関東軍は爆殺します。これで日本は実質、満州地域の支配権を得たってわけだな。これは日本国内でも大きな波紋を呼び、当時の内閣が総辞職する事態となりました。しかし関東軍の暴走は止まりません。1931年に満州事変を引き起こし、翌1932年に満州国を建国。1937年からは中国と全面戦争となります。詳しくは日中戦争の動画を見てくれると助かるぜ。この戦争で日本は沿岸部を占領するも重慶に逃げ込んだ中国側の激しい抵抗によって泥沼化。事態を打開するため、日本は当時フランスの植民地だったインドシナ半島に進出。当時フランスはナチス、ドイツによって本国を占領され、日本の支配を認めざるを得ない状況だったな。日本のこの動きはアメリカを強く刺激し、日米関係は急速に悪化。1941年12月8日、日本海軍はハワイ真珠湾を奇襲攻撃し、太平洋戦争が始まります。開戦直後、日本は破竹の勢いで東南アジアの欧米植民地を占領するも、結局は連合国に負けてしまうわけですね。このあたりの話も、太平洋戦争の動画でかなり詳細に解説していたな。1943年11月、アメリカ、イギリス、中国が行ったエジプトのカイロでの会談では、日本の戦後処理について話し合われ、ここで日本の占領地であった朝鮮半島についても、どのような統治が行われるかが話し合われることになりました。ふむ、ドイツの事例だったりすると、西ドイツと東ドイツに分けて統治するなんてこともあったし、朝鮮半島についても分けて統治しよう、なんて考えが出てきたってところだな。そうですね。この会談で朝鮮は適当な時期に独立することが決定されます。この適当な時期については、1945年2月クリミア半島のヤルタで開かれた会談で、20から30年と決められ、その後モスクワで開かれた会議で、5年と定められることになりました。その独立までは米英中その4カ国で、朝鮮半島の信託統治が行われることになったのです。一方で、1945年8月9日未明には、連合国間での秘密の約束の中で、ソ連は中立条約を破棄して満州国に侵攻。満州国にいた日本の関東軍は、まともな抵抗ができず敗走します。ソ連軍は破竹の勢いで満州を南進し、8月13日には朝鮮半島の西岸に上陸しました。ソ連が朝鮮半島全土を占領しそうな勢いだな。そうですね。この時点で朝鮮半島の保護がソ連とアメリカに二分されるという形が整っていきます。ソ連による朝鮮半島支配を恐れた、アメリカ大統領ハリー・トルーマンは、ソ連に朝鮮半島の南北分割占領を提案。どうしてアメリカは、ソ連に朝鮮半島全土を支配させたくなかったんだ？アメリカとソ連はそれぞれ資本主義と社会主義という正反対の考えを持っており、戦後、日本を資本主義陣営に入れたかったアメリカにとって、日本の目と鼻の先にある朝鮮半島全体が社会主義陣営に入ることは、とても都合が悪いことでした。戦争が終わる前からすでに、冷戦は始まっていたのかもしれないな。アメリカの南北分割案は北緯38度線を境にして北はソ連、南はアメリカが占領するとされ、この境界線はアメリカ陸軍のディーン・ラスクラによってわずか30分で策定されたのです。たった30分で決められた境界線が今も残っているんだな。アメリカのこの提案にソ連は合意。8月15日に日本が降伏すると、両国は本格的に朝鮮半島に進駐を始めるのです。さて、一方で朝鮮半島内部でも、独立に向けた動きがありました。日本降伏の方を受けた朝鮮の独立運動家たちは、独自に朝鮮建国準備委員会を結成。9月6日には朝鮮人民共和国の成立を宣言しますが、信託統治を行う決定していた連合国はこれを認めず、朝鮮半島は予定通り、米ソで分割統治されることになります。朝鮮半島の人々は反発しなかったのか？もちろん。この決定は、日本から独立できると考えていた朝鮮の民衆の反発を招き、各地で暴動が起こりました。やっと独立できると思ったら話し合いもなくまた勝手に大国の支配下に置かれ、さらに南北で民族が分断されたからな。アジア各地では民族独立運動も発生していた頃だし、そうなるのも無理はなさそうだ。1946年に入ると独立国家建設の準備のため、米ソと朝鮮の有力者で話し合われますが、朝鮮半島をそれぞれ自分たちの仲間に入れたい、アメリカとソ連の意見は合わず、朝鮮半島は南北それぞれ、独立の道を歩むようになります。ここで出てくるのが冷戦の動画でも出てきたキム・イルソンと李承晩なんだよな。はい。前にもご紹介した通り、キム・イルソンは満州で抗日パルチザンとして活躍し、中国共産党の活動にも参加した社会主義者。一方の李承晩は、プリンストン大学でアジア人初の博士号を取ったエリートで、根っからの反共主義者でした。この二人が朝鮮の分離独立を主導していきます。1946年2月、キム・イルソンはソ連の講演を受けてきた朝鮮臨時人民委員会を設立し、8月には朝鮮労働党を結成し、北朝鮮で共産主義国家設立の準備を始めます。一方、李承晩は南半分のみでの国家樹立とソ連の排斥を主張するようになり、アメリカがトルーマン・ドクトリンを発表してからは、本格的に南部での共産勢力排除を進めていました。トルーマン・ドクトリンはソ連を中心とした共産主義陣営を明確に敵視し、その封じ込めを宣言したものだな。両国の方針には大きな亀裂が入ったような形だ。1948年に入ると、北と南の亀裂は一層深まっていく事態となっていきます。韓国の指導者である李承晩は、南側で共産勢力の朝鮮労働党を参加させない選挙を実施し、正式に国家を樹立させることを決断しました。一方で、これは韓国国内にいた、労働党の人々の反感を買う結果となりました。彼らは北朝鮮との統一選挙を主張していたからですね。なるほど、国境で完全に主義が分断されていたわけではなく、国内にも結構な反対勢力がいたわけだな。当然といえば当然か。この李承晩による強硬的な決定に対し、最も苛烈な反応を示したのが、韓国の最南端の島、チェジュ島の人々でした。チェジュ島はかつて朝鮮半島と主に、日本の植民地下にあり、以前から抗日運動が盛んに行われていた地域でした。日本が負けるとアメリカの軍勢が敷かれることになるわけですが、これはより一層、チェジュ島の人々の反感を買う結果になっていったわけですね。ふむ、島民の知性は島民の手に。って感じだろうか。1948年4月3日には、この最南端の島で左派島民による武装蜂起が発生、いわゆるチェジュ島43事件、というものですね。この武装蜂起は島全体で島民を巻き込むことに、李承晩はこの武装蜂起に左派島民が大きく関与し、彼らの武装蜂起を広げてはならないと判断し、アメリカ軍、韓国警察らによって、焦土化作戦とも呼ばれる苛烈な弾圧を開始していきます。この攻撃は島全体に大きな影響を及ぼし、1954年までには、2万5,000人から3万人近い犠牲者が出ることに、中には無関係な女性や子供までいたと言います。なんとむごい話だ。朝鮮半島ではなく、南端の島でも大きな戦闘行為が発生していたとは知らなかったぜ。南側の共産勢力を排除した李承晩は、1948年8月15日大韓民国の成立を宣言、自ら初代大統領となり、朝鮮半島の南半分は資本主義陣営として独立します。一方で北のキム・イルソンはこれに対抗し、9月9日に朝鮮民主主義人民共和国の成立を宣言します。こうして朝鮮半島は南北で別の国家が成立し、北をソ連を中心とした社会主義陣営が支援し、南をアメリカなどの資本主義陣営が支援することになり、東西冷戦の両陣営が睨み合う最前線になりました。これでアメリカとソ連が引いた境界線が国境になってしまったんだな。両国ともこのまま仲良くしようとはしないんだよな。もちろん両国とも、朝鮮半島全土が自国の領土だと主張します。韓国の李承晩は北進統一を、北朝鮮のキム・イルソンは国土完成をスローガンに、武力で相手を屈服させての朝鮮半島統一を訴えます。特にキム・イルソンは建国当初から、ソ連の最高指導者スターリンにたびたび、韓国の武力侵攻の許可を求めます。しかしアメリカとの直接戦争を望まない、スターリンはなかなか首を縦に振りませんでした。あ、そうなの。アメリカとソ連の対立というよりかは、当初は本人たちの戦いだったわけだな。まあ考えてみればそうか。朝鮮半島内の国内の亀裂に、アメリカとソ連が援助した形だもんな。ソ連もソ連で、アメリカとの直接衝突だけは避けたかったと。しかし1950年に入ると、スターリンは北朝鮮の韓国侵攻に対して前向きになりました。いやまた急だな。どうしてだ？主な理由は2つ。1つ目は1949年8月にソ連が原爆実験に成功し、アメリカに次ぐ核兵器保有国になったこと。スターリンもこれで、アメリカに対抗できると思ったんだな。2つ目は中華人民共和国の建国です。ここで少し時を戻して、第二次世界大戦後の中国の動きを見てみましょう。1945年8月に日本が降伏し、中国大陸にいた日本軍が撤収すると、対日戦争のため手を結んでいた国民党と共産党は、再び内戦を始めました。国民党のトップの蒋介石は、上海クーデターで共産党を弾圧したように、反共産主義者だったからな。内戦が始まった当初は、兵力の装備も国民党が圧倒的有利でした。アメリカの支援もありましたからね。国民党は共産党の拠点だった延安を落とし、共産党はソ連が占領していた満州に逃れます。それでも最終的には共産党が勝つんだよな。何があったんだ？不利な状況の中、共産党は支配地域で土地改革を実施し、農民を中心とする民衆の支持を集めます。さらにソ連軍が日本軍から奪った武器の提供を受け、武力を強化します。一方で国民党が経済政策を誤り、インフレーションを起こしたことや、国民党内で腐敗が蔓延していたことなどにより、共産党を支持する民衆がさらに増えました。こうして国民党はどんどん、その支持者を減らすことになってしまいます。1948年になると共産党は反抗に転じ、華北における戦いで立て続けに勝利。1949年1月31日は北京に、4月24日には国民党政府の首都南京に入場。共産党の勢いはすごいな。だけど国民党のバックにはアメリカがいたんだよな。はい。しかしアメリカはヨーロッパでの冷戦と日本の占領政策に力を入れるため、そして失策を重ねる国民党に呆れる形で、支援を打ち切ります。アメリカも舵を投げたんだな。南京を落としてからも共産党の勢いは止まらず、武漢や上海などの大都市を陥落させ、最終的に国民党は台湾に逃れることに、内戦に勝利した共産党は1949年10月1日に、北京で中華人民共和国の樹立を宣言しました。ソ連に続く強大な社会主義国の成立ですね。中国で社会主義国が誕生したことで、ソ連、中国、北朝鮮の社会主義国家は地続きで繋がって、ソ連が北朝鮮を支援をしやすくなったんだな。はい。さらにアメリカの出した声明が、北朝鮮に自信を持たせることになります。1950年1月5日、アメリカ大統領のトルーマンは中国共産党の人民解放軍が台湾の国民党を攻撃しても、アメリカは介入しないという声明を発表します。あ、もうそこまで不介入の方針だったのね。さらに1週間後の1月12日、国務長官のディーン・アチソンが、アメリカが責任を持つ防衛ラインについて発言します。その防衛ラインとは、フィリピン、沖縄、日本、アリューシャン列島までで、それ以外の地域は責任を持たないとまで発言しました。これは西太平洋の制海権を絶対渡さないという意味だったみたいだが、台湾の不介入声明と合わせて考えたら、アメリカは朝鮮半島の情勢に関わらないって、考えてもおかしくなさそうだな。キム・イルソンも同じように考え、スターリンに戦争の許可を再度求めます。スターリンもこの頃になると戦争に積極的になりますが、アメリカと直接対決することにはやはり慎重でした。そこで、中国が援助してくれる場合は開戦していいとキム・イルソンに伝えます。そこでキム・イルソンは中国国家主席の毛沢東に援助を要請。毛沢東はアメリカが参戦してきた場合は、中国も援助することを約束しました。これで戦争の準備は整ったってわけだな。1950年6月25日午前4時、北緯38度線にて北朝鮮軍の砲撃が開始されます。30分後には北朝鮮の朝鮮人民軍が暗号命令暴風を受けて、約10万人の兵士が38度線を越えます。240両の最新鋭ソ連戦車部隊を加えた奇襲攻撃でした。また、東海岸ではゲリラ部隊が船で後方に上陸し、韓国軍を分断します。韓国側の対応はどうだったんだ？この攻撃は宣戦布告なしに行われたため、韓国軍は完全に奇襲を受けた形となりました。北朝鮮が攻撃した時期はちょうど農繁期であり、大部分の部隊は警戒態勢を解いていました。首都ソウルでは前日に宴会があったため、軍幹部の登庁が遅れ、指揮系統は混乱。大統領李承晩への報告は、奇襲から6時間も経ってからようやくなされたのです。韓国側は全く予想していなかったのか。朝鮮人民軍は電光石火の攻撃で韓国の首都ソウルに攻め入り、北朝鮮の奇襲攻撃からわずか2日後の6月27日、韓国政府は首都ソウルを放棄し、スボンに逃れます。その翌日には、朝鮮人民軍の攻撃でソウルは陥落。この時、命令系統が混乱していた韓国軍は、観光に架かる橋を避難民ごと爆破して、800人以上の死者を出してしまったり、橋を爆破したことで観光以北の部隊や住民が取り残されるなど、散々な状況でした。予想していなかったとはいえ、かなり悲惨な状態だな。しかし奇襲されたとはいえ、ここまで一方的な攻撃にさらされるもんなのか？首都陥落とか相当な話じゃないか。それは南北の軍事力に大きな差があったからです。開戦当時、朝鮮人民軍の総兵力は19万8000人で、その一部は独ソ戦や国境内戦を経験した精鋭でした。さらにソ連から軍事支援を受けており、第二次世界大戦で大活躍した T34 など戦車240両や、イリューシン IL-10やアントノフ AN-2 など、航空機211機などを保有していました。一方で韓国軍はこの時総兵力10万6000人で、軍内のスパイ粛清や、独立以来頻発していた北朝鮮によるゲリラ攻撃の討伐に労力を割かれ、訓練不足の状態でした。装備も米韓軍事協定によって全く整っておらず、戦車なし、航空機は練習機わずか22機という状態でした。そうだったのか。軍事力では質量ともに北朝鮮が韓国を圧倒していたんだな。戦争が始まった時アメリカはどうしていたんだ？アメリカは戦争開始2日後の6月27日、国際連合の安全保障理事会に緊急会議を開催させ、北朝鮮を侵略者と認定し、北朝鮮の避難と軍事行動の停止、軍の撤退の要求を決議しました。トルーマン大統領は緊急事態と判断して、在日米軍の派遣を決めます。あれ？ソ連って安保理の常任理事国だけど拒否権を発動しなかったのか？この時、ソ連は国際連合における中国の代表権問題で、安保理をボイコットして欠席していました。そっか、この時の中国の代表は台湾に逃げた国民党の政府で、ソ連は中華人民共和国こそが、正式な中国だと主張していたんだな。また、スターリンは安保理決議が通過するのを黙認することで、アメリカが中国や朝鮮半島に釘付けになっている間に、ヨーロッパの共産主義勢力の強化を目論んでいました。やってることやってんな。冷戦の舞台は朝鮮半島だけじゃないもんな。7月7日には、国連安保理は韓国防衛のため、国連軍を派遣することを決定。国連軍は9割がアメリカ軍で構成されており、最高司令官には、アメリカ陸軍のダグラス・マッカーサーがつくことになりました。この当時、マッカーサーは第二次世界大戦後に、日本の占領統治を行った GHQ のトップだったな。世界最強のアメリカ軍がバックについたら、北朝鮮もひとたまりもないぜ。しかし、北朝鮮軍の勢いは止まりませんでした。7月14日から21日にかけて行われた韓国第5の都市、大順の戦いで国連軍は大敗。朝鮮半島南東端の釜山の周辺に、韓国軍と国連軍は追い込まれてしまうのです。嘘でしょ。何があったんだ。第二次世界大戦後、アメリカ政府は軍縮を進めており、装備不足でした。さらに、ドイツや日本との戦いを経験した兵士たちのほとんどが、第二次世界大戦後退役しており、朝鮮戦争に参加したアメリカ軍兵士の大半は、実戦を経験していませんでした。アメリカも決して盤石ではなかったんだな。この時韓国は、日本の山口県に亡命政府を作る話が出るほど追い込まれていましたが、ここに来て朝鮮人民軍の進軍が停滞。釜山の戦いで韓国軍と国連軍が徹底抗戦したことで、ようやく北朝鮮の進撃を止めることに成功します。マジで風前の灯火だったな。韓国軍の反撃が成功した理由は何なんだ？一番の理由は兵站でした。電光石火で南下したことにより、北朝鮮の補給路が長く伸びてしまい、それによって日本を基地とする、アメリカ空軍の攻撃を受けるようになり、北朝鮮の消耗が激しくなってきたのです。やはりいつの時代も兵站は大事なんだな。とはいえ、不散に追い込まれていることに変わりなく、韓国側は現状を打開する必要がありました。そこでマッカーサーはある作戦を思いつきます。それはソウル近郊の港町、インチョンに海岸から上陸し、南北から北朝鮮軍を挟み撃ちにするものでした。しかしこの作戦は他の軍首脳部から反対されます。あ、そうなのか。作戦の内容は良さそうに思えるけどな。主な理由はインチョン港の地理的条件にありました。インチョン港は緩慢の差が激しく、上陸作戦を実行できる時間帯が限られていました。もし北朝鮮が作戦を察知したら、いつ実行するかバレてしまう恐れがあったんだな。しかしマッカーサーは、北朝鮮が釜山に兵力を集中していることや、上陸が困難であるということは、相手は上陸を予想していないことなどを主張。反対意見を抑え込み、上陸作戦の実施を決めます。9月15日、国連軍約4万人はインチョン上陸作戦を決行します。まずは1回目の満潮時刻、午前6時30分に、インチョン港の前に位置するゴルミドに上陸します。インチョン港に上陸するためには、このゴルミドを占領する必要があったんだな。島という名の通り、当時は島でした。現在は埋め立てにより陸続きになっている場所です。ゴルミドにいた北朝鮮軍は約400名で、上陸からわずか45分で島の占領に成功します。そして2回目の満潮となる午後5時30分、インチョン港への上陸が始まりました。ここでも北朝鮮軍の反撃はほとんどなく、インチョン港への上陸は見事成功するのです。マッカーサーの読み通り、北朝鮮軍は釜山に集中していたんだな。インチョン上陸作戦に呼応して釜山でもスレッジハンマー作戦が発動され、反撃が始まります。補給線が分断された北朝鮮軍は敗走を重ね、9月28日に国連軍はソウルを奪還。翌日には李承晩ら韓国政府首脳も、ソウルに帰還することに成功するのです。おお。一気に戦線が戦争前の状態に戻ったな。一度崩れると脆いもんなんだな。ソウルに戻った李承晩は、今が朝鮮半島統一のチャンスと捉え、10月1日に国連軍と韓国軍は38度線を超え、北朝鮮への侵攻を開始します。この時開戦当初の戦力差はなくなっており、北朝鮮は韓国軍と国連軍に押され、10月10日は、韓国軍が軍港であったウォンサン市を奪取、ウォンサン市にはアメリカ軍が上陸、ここからさらに北上していくのです。10月19日には北朝鮮の臨時首都、平壌が制圧されます。国連軍と韓国軍の勢いは止まらず、さらに北に進撃し、北朝鮮軍を中国との国境である、鴨緑江付近にまで追い込むことに成功しました。北朝鮮は1ヶ月前まで朝鮮半島を統一する寸前だったのに、あっという間に滅亡寸前にまで追い込まれたな。しかも平壌が制圧されるまでに半月程度。ただし、これらの動きはアメリカ軍の油断を誘うには十分すぎる話でした。特に、インチョン港上陸作戦の成功によって、総司令官のマッカーサーは国民的喝采を浴びました。この結果、これ以降は参謀らが疑問を持ったりしても、基本的にはマッカーサーの作戦が順守されることに。また、鴨緑江への道のりは狭く険しく、補給が困難な状態になっているにもかかわらず、マッカーサー自身は東京を中心に作戦を指示しており、現地の地理を正しく把握できていなかったようです。韓国軍も韓国軍で、もう少しで朝鮮半島の統一がなされるという状況から、これらの問題は、表沙汰にはならなかったわけですね。なるほど。大軍が負ける理由というのは、歴史的にも大抵が油断から生じるものだとは思うが、まさにこの時、朝鮮半島のアメリカ軍や韓国軍は、油断しきっていたというわけだな。さて、こうして北朝鮮軍は開戦以来、最大の危機に陥ることになりました。北朝鮮の指導者であるキム・イルソンは、スターリンに助けを求めます。このままでは、朝鮮半島の社会主義勢力は敗れると。しかし、やはりスターリンは、直接北朝鮮軍を支援することは避けたのです。ここに来ても、スターリンはアメリカと直接対決するという状況を避けたかったんだな。ということでスターリンは、キム・イルソンに対して中国に助けを求めるように要請します。当時の中国の指導者であった毛沢東は、しかしながら、最初はキム・イルソンの要請を断ったのです。あれ？でもさっき、中国軍はアメリカが介入したら支援するぞとか言ってなかったか？当時の毛沢東の弁明では、長年の国境内戦の影響で国家財政が非常に逼迫しており、アメリカ軍に勝てる見込みがなかったようですね。しかし、毛沢東のこの主張にはスターリンが怒りました。もしここでアメリカの進撃を許せば、いずれ日本の軍国主義が復活し、朝鮮半島の戦火は中国に及ぶだろうと。まあ、物は言いようだな。このようなやりとりから、平壌が落とされた10月19日には、すでに中国と北朝鮮の国境付近まで、援軍を進めていったのです。名目上は敗北寸前の隣国の同志を助けるために自主的に結成された軍隊でしたが、その実態は国境内戦で鍛え上げられた中国人民解放軍の精鋭でした。当時の中国は財政が疲弊しているとは言っても、大戦時にソ連やアメリカから与えられた大量の兵器を保有しているだろうし、現地の日本軍が撤退した後に接収した、あまたの兵器を持っていたはずだな。形状は義勇軍とはいえ、先ほどお伝えした通り中身は人民解放軍の正規兵。さらに、司令官には国境内戦で人民解放軍副総司令官を務めた、報徳会がつきます。さらに兵数も、最前線だけでも26万人、後方待機を含めると100万人の兵力を誇りました。まさに桁違い。オールスター軍団だったんだな。はい、しかしこのような動きを、アメリカ軍と韓国軍は気づいていませんでした。韓国軍は10月26日以降、北朝鮮軍ではない部隊が迫撃砲を用いて攻撃していることに気づき、これが中国軍による攻撃だと判断するものの、あくまで彼らは私的に参戦した義勇兵であり、対して作戦には影響を及ぼさない動きであると、マッカーサーも判断したのです。彼らは中国兵の規模を、せいぜい3万人くらいの規模であると考えていました。最前線に26万人もの軍勢が近づいているのにか。よほど楽観的に判断していたんだな。このような状況下で、ついに11月1日、中国の大軍による攻撃が開始されます。中国軍が最初に大攻勢を仕掛けたのは、雲山という場所でした。この地にはアメリカ、イギリスを中心とする国連軍、そして韓国軍が配置されていましたが、中国軍の奇襲によって完全に囲まれてしまいます。彼らの多くは中国軍による白兵戦で着実に殲滅され、11月2日には、オーストラリア軍部隊の司令官、グリーン中佐が戦死してしまいました。その他、国境沿いまで進出していた韓国軍の師団や旅団も、ほぼ壊滅状態に陥るのです。ふむ、アメリカ軍だけではなく、戦線にはあまたの国が参加していたんだな。ここまで来ると油断という一言では済まされそうだな。実際に中国軍が精鋭を送り込んできたと。はい。現地の連合軍は中国軍の攻勢の前にやられる一方でした。しかし、11月7日までに雲山方面などを制圧し、西側の戦線は西線港あたりまで押し上げられるものの、ここで中国軍は進撃を中止、北に引き上げたのです。どうしてここに来て引き上げたんだ？領域的にはまだ全然取り返せていないんじゃないか？中国軍はこれ以上、アメリカ軍の陣地に進出することは不利になると判断し、前線からは中国軍が消えていたのです。しかし、実は中国軍は前線から 30km 後方のあたりで、次の攻撃のための準備を整えていました。もちろん帰国したなんてことはありませんね。中国軍はアメリカ軍による、深追いを狙っていたようですね。なるほど。自分の陣地に引き込んで地の利を得た状態で、殲滅してやろうという話か。本来なら、この誘いには絶対に乗ってはいけないな。はい、ところが連合軍の総司令官マッカーサーは、あろうことかこの中国軍の誘いに、引っかかってしまうのです。さて、後から見ればよくわかることですが、すでにアメリカ軍司令部は正常ではありませんでした。マッカーサーがあまり意見を聞かなかったんだっけか。中国軍を軽視して朝鮮戦争の早期解決を目指すと、おごりみたいなものもあったようだな。マッカーサーはこれまでの実績もあり、アメリカ軍内でも異形の念が強く、もはや彼に意見する者はいなくなっていました。その中でも一人、副参謀長のリッチウェイは、補給線を無視しての北進は危険である、と、意見はしていたようですね。しかし、彼はそんな意見を聞き入れる状態にはありませんでした。彼は再度、中国と北朝鮮の国境に向けて連合軍を進め、11月25日には、雲山奪回作戦を実施、中国と北朝鮮の国境に近い、鴨緑江へ目指して進軍を開始します。これらの軍事作戦は、マッカーサーがクリスマス前には戦闘を終えると発言したため、ホームバイクリスマス作戦、なんて呼ばれています。先ほど話した雲山には、アメリカ軍機による爆撃が成功を収めました。ここには中国軍の司令部があったようで、この時の米軍の爆撃によって毛沢東の長男、毛岸英が戦死、司令官の彭徳懐も、防空壕に入ったために爆撃を免れるも、九死に一生を得たような状態でした。なるほど、連合軍の反撃も成功はしていたんだな。ついに本気を出したってことか。さすがに中国軍の精鋭といえど、アメリカ軍が持つ火力には及ばなかったと。いえ、ところがまずい状況にあったのは、やはり連合軍の方でした。この時、実は北進する連合軍を放置するかのように、西線港北側には大量の中国軍がいたのです。中国軍は11月26日深夜、一気に西線港の連合軍陣地への攻撃を開始します。11月26日、朝鮮半島の一大決戦、西線港の戦いの発生ですね。中国軍は15万もの軍勢で、連合軍陣地に襲いかかります。いや、なんでそんな大量の中国軍を無視して北進させたんだ？基本的に北朝鮮の内陸部は、丘陵地帯が多いです。国全体を見れば東側が大きな山々で構成され、西側は比較的高度が低いという状態ですが、西線港北側は、中国軍の大軍が身を隠すことができる山林が存在していたのです。彼らは連合軍に兵器で劣っていることは分かっていたので、潜伏と夜間攻撃という作戦をとっていたようです。西線港の連合軍は、兵士数にして中国軍の4分の1程度であり、特に中国軍を恐れる韓国軍の部隊には、500名の大隊全員が一斉に逃亡するような部隊もありました。すごいな。中国軍の人海戦術のなせる技って気もするが、それ以上にアメリカ軍の裏をついた、驚くべき一手とも思える。中国の人海戦術に国連軍は瞬く間に押され始め、11月25日から始まった大攻勢で壊滅。この時の連合軍の敗戦は、近代戦争の中でも指で数えるほどの敗戦となってしまいます。中国軍の進出で多くのアメリカ軍の資料が紛失し、この戦いの詳細は、歴史家の中でもよくわかっていないようです。連合軍は12月2日までに、一連の攻撃で3万人以上の死傷者を出してしまうことに、これに対して中国軍の死傷者は2万3000人と、中国も結構な損害を負っていましたが、それ以上にアメリカ軍を中心に、韓国軍や国連軍の被害があまりにも大きかったのです。この頃、朝鮮半島の上空では、史上初のジェット戦闘機による空中戦が繰り広げられていました。ただし、この頃のアメリカ軍は、まだ旧来的なレシプロ戦闘機を活用することも多く、これらの戦闘機は、中国軍がソ連から供与された最新鋭戦闘機、ミグ15に圧倒されていたのです。冷戦期は特に兵器の開発が盛んになったしな。アメリカとソ連の最新鋭機が、朝鮮半島でその性能を競ったと。この時は、ソ連の方が優勢だったんだな。とは言っても、戦闘機の性能は一進一退でしたけどね。お互いに追いつき追い越されの状態でした。しかし結局、12月5日には中国軍が平壌の奪還に成功。アメリカ軍は結局、北朝鮮と韓国の国境である、38度線まで撤退することを決心します。皮肉にも、連合軍が38度線まで撤退を完了した頃に、12月24日を迎えるのです。ホームバイクリスマス作戦は大失敗に至ったが、中国軍によって返されたのは現実になってしまったと。マッカーサーにとっては最悪のクリスマスイブだな。退却距離は10日間でおよそ 190km。これはアメリカ陸軍史上最大の敗走と呼ばれ、1940年のフランスの降伏や、1942年のイギリスのマレー半島での敗戦など、近代の戦争を代表する有名な敗戦に、その名を連ねることになった出来事でした。あのアメリカ軍がここまで押されるとはな。これ以降、連合軍には完全に敗北ムードが漂い、マッカーサーによって全権限を与えられることとなった、副参謀長のリッチウェイ中将は、軍の立て直しに迫られるのです。さて、中国軍は38度線をさらに南下し、あろうことかまたもや韓国のソウルを落とすことに成功。朝鮮半島のアメリカ軍の名声は、もはや地に落ちていました。ここに来てアメリカ軍は事の重大さに気づきますが、時すでに遅しという状態です。マッカーサー本人と共に、その報告を受けていたワシントンも、大いに混乱していました。マッカーサーは大規模な増援、そして原爆使用を含めた中国東北部の空爆を主張しますが、これは聞き入れられることはありませんでした。アメリカはこの頃、朝鮮半島以外にも色々と対応する必要があったしな。特にソ連は東欧方面に軍備の増強を行ってるし、ヨーロッパ方面にもアメリカ軍は増援を行う必要もあるからして、トルーマン大統領を含めてワシントン中枢も、増援には否定的だったはずだ。これに対してマッカーサーはあろうことか、作戦に制限を設けたとしてトルーマンをこき下ろし、これは戦術的な撤退であり、敗北ではない、と。ある種の責任逃れのような発言を行うように。トルーマンもブチギレだなこれは。はい、マッカーサーの発言力は、この辺りから一気に低下していきます。朝鮮半島での全権を得ることとなった、リッチウェイ中将は、年が明けて1951年に入ると、朝鮮半島のアメリカ軍の立て直しに入ります。彼がまず最初に行ったことは、自身喪失したアメリカ軍の指揮を再び取り戻すことでした。彼は指揮系統の抜本的な変更を行い、指揮官たちには前線で多くの時間を使うように言明し、また、同時にこれまで不十分だった、中国軍の偵察を細かく行わせます。1月25日には、サンダーボルト作戦を開始。奪われたソウルの奪回を目指して韓国軍と共に北上。中国軍はこれまでの日中戦争や国境内戦の経験を経て、朝鮮戦争を優位に進めていたものの、この頃には人海戦術によって古参兵の死者数も多くなり、補給線が伸びきって攻撃が鈍り始めます。結果、3月14日にはソウルの奪還に成功し、38度線まで戦線を戻すことに成功するも、4月に入ると今度は全戦線で中国、北朝鮮軍の砲撃が始まり、中国軍は11個軍をソウル攻略に向かわせます。国連軍も中国、北朝鮮軍も、共に砲兵戦で一進一退の激闘を重ねていました。なるほど、リッチウェイ中将に指揮権が移ってもなお、中国軍とは互角の戦いだったのか。すでに世界最強の軍事装備を携えていたアメリカ軍でも、倒しきれないほどに強かったのか。リッチウェイ中将が後に記した当時の記録では、どうも、韓国軍が悩みの種だったようですね。北朝鮮軍も中国軍も、国連軍の中では韓国軍が弱点だと見抜いており、韓国軍がいる場所を集中的に攻撃していたようです。実際、韓国軍は高価な装備品を放棄し、逃亡してしまうなんてこともよくありました。これは完全に訓練と実戦経験の差だな。ちなみにこの頃、正式にマッカーサーは最高司令官の地位を解任されており、リッチウェイは彼の後任として任命されています。階級も対象に昇進していました。5月頃には、悩みの種であった韓国軍を前線から下げ、再訓練に取り掛かっていますね。戦争状態は続き、冬も越したのでまた戦闘が始まるものの、戦線はほとんど変わりませんでした。北朝鮮側は前線線で塹壕を掘り、西海岸から東海岸まで、220km に及ぶ洞窟陣地を構築したから、国連軍も迂闊に攻めることができなかった、なんて話を聞いたことがあるな。特にアメリカ軍はナパーム弾など、激しい爆撃を北朝鮮側に行うも、戦線を前進させるには至りませんでした。さすがにアメリカも、この泥沼化しそうな朝鮮戦争を解決させたかったか、ここから具体的な停戦交渉に入っていくのです。もちろん、すでにこれより半年以上も前から、アメリカは停戦の検討を進めていましたが、朝鮮戦争の当事者である李承晩やキム・イルソンは、停戦交渉には反対の立場でありました。彼らの目的は、朝鮮戦争の統一だったもんな。お互いに当初の目的が達成されないのは困ると。しかし、アメリカを含めた他の国連軍も、朝鮮戦争における被害は結構なものになっていましたので、6月23日、ソ連の国連代表ヤコフマリクが、休戦協議を提案したことをきっかけに、停戦のための交渉が始まります。しかし両陣営意見がまとまらず、交渉は難航します。これ以降も韓国の李承晩は、相変わらず朝鮮半島の統一を主張していましたが、キム・イルソンはアメリカによる爆撃の被害が甚大であったため、停戦を飲む方向にシフトしていきました。あ、先に手を引こうとしたのは北朝鮮だったのか。これはまた意外な話で。しかし、北朝鮮を支援してきた指導者たちは、必ずしもそうではなかったようですね。毛沢東はキム・イルソン同士よ休戦は敗戦につながる一歩だ。我々は、戦争のおかげで鍛えられ、アメリカ帝国主義と戦う貴重な経験を得ているではないか、と停戦を拒否。スターリンも停戦に消極的でした。なんで毛沢東とスターリンは停戦に反対したんだ？毛沢東は何百万もの人民解放軍を派遣したがゆえ、勝利できなければ自分のメンツが立たなかった、と考えられているようですね。他にもスターリンの顔色伺いの要素もあります。スターリンは戦争継続こそが共産側に有利であり、中国が近代戦を学ぶことができると考えていました。それぞれの思惑があって、共産陣営も一枚岩じゃなかったんだな。それにしてもスターリンは考えることが恐ろしい。結局交渉開始から2年もの時間を費やすことになります。その間も戦闘は続けられ、犠牲が増え続けます。特にアメリカ空軍の北朝鮮への爆撃は激しく、朝鮮半島には計66万9000トンもの爆弾が落とされました。太平洋戦争で日本に落とされた爆弾の4倍もの量だな。これに恐怖したキム・イルソンは、毛沢東とスターリンにたびたび休戦の許しを求めますが、彼らはなかなか首を縦に振ってくれません。転機となったのは1953年、1月にトルーマンに代わり、ドワイト・アイゼンハワーがアメリカ大統領に就任。ノルマンディー上陸作戦の時の、連合軍最高司令官だな。就任後、アイゼンハワーは戦争の停止を約束します。さらに3月、停戦に消極的だったソ連の最高指導者スターリンが死去。これを受けて、毛沢東はようやく戦争を終わらせることに同意するのです。両陣営の指導者の交代で状況が変わったんだな。1953年7月27日、38度線近辺の板門店で、北朝鮮軍、中国軍、国連軍の間で停戦協定が結ばれ、3年間続いた朝鮮戦争は一旦停戦に至りました。しかしこれはあくまで休戦であり、韓国と北朝鮮は2022年現在も依然、戦争状態となっています。なお、韓国の李承晩はこの時もなお北進統一に固執しており、この停戦協定を不服として、調印式に参加しませんでした。李承晩は相変わらず、朝鮮半島の統一にこだわっていたのか。ただ、これは韓国の安全保障が担保されていない休戦に反対していただけで、同年10月に米韓相互防衛条約が結ばれたことで、韓国の安全保障は強化されました。休戦協定の結果、北緯38度線付近に軍事境界線が引かれ、韓国と北朝鮮は完全に分断されます。3年もの間戦争していたにもかかわらず、結局戦争前の境界線とほとんど変わらなくて、何のための戦争だったんだと、思わなくもないところだな。朝鮮戦争を通じてアメリカ軍3万3000人、中国軍は少なくとも11万6000人が戦死、韓国と北朝鮮では、合わせて66万人の兵士が犠牲になりました。さらに戦線が絶えず南北に移動し続けたことにより、200万人もの民間人が命を落とすことになりました。その上停戦協定で南北間の往来が不可能になったことで、大量の離散家族が発生してしまったんだな。朝鮮戦争は世界に様々な影響を与えました。まずはアメリカの外交政策が転換されます。トルーマンは封じ込め政策を通して、経済的に共産主義の拡大を防ごうとしていましたが、アイゼンハワーは巻き返し政策を打ち出し、非共産圏への軍事支援を強化することで、共産主義陣営に反撃する方針に転換します。トルーマンの時よりも強硬的な姿勢ってことだな。ただし、スターリンの後を引き継いだソ連首脳陣は、アメリカに対し平和共存路線を打ち出して、軍事的な拡大路線は続くものの、両国が直接衝突するような事態にはなりませんでした。当時のアメリカとソ連がぶつかったら、世界は終わりかねないからな。戦争に介入した中国は、アメリカと互角以上に戦ったことで、毛沢東と中国共産党の権威が国内外で高まります。ここから毛沢東は5カ年計画に着手し、本格的な社会主義建設段階に入り、スターリン亡き後の世界の共産主義の指導者として、その名声を集めることになるのです。結局この後大失敗するんだけどな。朝鮮戦争は、日本にも大きな影響を及ぼしました。まず外交的には、アメリカの対日政策が変わります。戦後アメリカは民主化と軍備廃止を方針として、占領統治していましたが、戦争を経て、日本を共産圏との戦いの最前線と位置づけ、共産主義化防止のため再軍備させる政策に転換します。1951年に日米安全保障条約を締結し、日本独立回復後もアメリカ軍が駐留しました。また、アメリカは日本政府に軍事力として、警察予備隊を設置させました。これが現在の自衛隊だな。経済的な影響も非常に大きく、戦争勃発により、在日アメリカ軍から日本の各企業に対し、軍需物資の発注が相次ぎました。そのため、太平洋戦争後不況に陥っていた日本は、製造業を中心に経済が再建され、1951年には実質 GNP が戦前の水準を超え、戦後復興を果たしました。これが1960年代の高度経済成長につながるわけだな。日本は軍用車、航空機産業は修理や整備の発注で、その技術力を大いに発揮。しかし、1951年の法人税ランキングでは、実際には繊維系の業種が多かったようですね。これも軍服や天幕、他には土のうなど、やはり軍需によって大きな需要を得たからのようです。第二次世界大戦以降、不況にあえいだ日本にも、好景気の流れが来たということだな。当時はまだ輸入超過に陥っていましたので、実際に日本が不況を脱したと言えるのは、1954年に入ってからのようですね。といったところで今回の解説は以上です。今後もこのチャンネルでは、戦争や人類の歴史をテーマとした動画を投稿していきます。気になる方はぜひチャンネル登録をお願いします。コメントや高評価もいただけるとありがたいぜ。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。